今シーズンのカープグッズが今日から発売され、マツダスタジアムには多くのファンが詰めかけました。マツダスタジアムのグッズショップには開店前からおよそ350人のファンが並びました。グループなんで2日前から順番で並んで来てます。1年に1回の行事なんで。午前10時の開店と同時に数量限定グッズを求めるファンで売り場は大盛況。森下投手のアメフト風 T シャツは開店2分で売り切れました。並んだ甲斐がありました。グループでみんなでこれ着て応援したいなって思ってですね。今日は10万9800円嬉しいのと怒られるのと複雑な心境です。新しくなったカープグッズはオンラインショップでも販売されています。